宝塚キネマ工業、宝塚キネマ工業株式会社、宝塚キネマ工業は、かつて京都に存在した映画会社である。高村正次と南木三郎が設立、ただし栄巻のキネマのご室撮影所と、東亜キネマの配給工業網と、阪急電鉄の小林十三の資本を仰いで、設立されたが、設立わずか半年で経営が崩壊、賃金未払いが起きる。 設立一年少々で解散した、通称宝塚キネマ。1932年、昭和7年11月、河村正次が映画制作を断念した、東亜キネマを買収、東活映画社の社長を辞任した、南木三郎と共に設立したのが、この宝塚キネマ工業である、小室撮影所を宝塚キネマ撮影所と解消して稼働させた、東亜キネマ、 同社の制作を代行した東勝映画社、そして聖絵いのキネマの残党の受け皿となった。設立第一作は当は、東勝系の堀江大聖監督の仇打ち合い屋業で、同年12月15日に公開された。同年内に5本を公開した。同社の撮影所は、1925年、大正14年11月3日に開業した京都、伝統。 現在の京福電気鉄道北野線の明神寺駅の北側、大通り、現在の京都府道101号銀閣十宅野線の北側に挟まれた一帯であった。1933年、昭和8年7月、賃金未払いが起きて、経営者と従業員が対立する。7月及び8月の生産本数が、如実に減り、映画館への作品の供給が滞る。 1934年、昭和9年1月14日、久保文則監督の霧の近道を大阪パーク記念まで、後藤大山監督の大利の朝霧と、そしてついに監督となった、高村の初監督作、カタカナ人技の二本手を大阪四季島クラブで公開したのが、同社の最終作品となった。25万円、当時の負債のため、同年1月21日をもって、 休業に入る。所長の甲村は新会社設立を発表するが、同年2月5日の時点で不成立であり、同月8日まで2000円、当時を調達するということであったが、150円しか調達できず、給料は支払われなかった。同月10日、葬儀状態に突入、従業員側の代表に撮影日誌の正木紙平現像部主任の木又俊作が選ばれた。この時点で、 従業員256名、うち女性48名、葬儀参加者は228名、うち女性41名であった。まさき、木又は、名古屋の小林雄三、小林キネマ紹介等、外部の債権者等とも交渉を行った。同月12日には、嵐寛十郎プロダクションから、エキストラの発注があり、俳優60名を、日当1円50銭で雇い入れた。 東京の岩岡商会、岩岡達美が制作する、乃木将軍へのスタッフ参加の要請があり、同月十三日十四日の両日、六十名が撮影に従事し、その受注金額から八十銭が分配された。同年四月、従業員代表が、俳優の戸島竜兵及び片山真寺、スタッフの相場虎蔵の三人に代わり、大阪の堀川工業を含めて交渉に入ったが、 同月6日、新京阪電車市場大宮停留所、現在の阪急電鉄京都本大宮駅で、高村所長の代理と称する、正木長志郎と会見、解散手当て金千円、当時を調達したのでこれを支給したいとのことであったが、従業員側は、所長と直接の交渉を主張、同月9日、京都駅前ステーションホテル、現在のステーションホテル京都で、 所長と同様の趣旨の会見を行い、同日16時に全従業員が撮影所に召集され、約60人が集合、解散を言い渡された。翌10日、従業員59名に対し、解散手当金として16円50銭、対象者43名、7円、同9名、4円、同7名が、それぞれが支給され、同社は同日、正式に解散した。 同社が使用したオムロ撮影所は同年9月から田中一介が設立したエトナ映画社が稼働、エトナ映画京都撮影所と改称した。Google ストリートビューによれば2009年平成21年11月時点での同社、撮影所跡地は分割されて住宅地になっている。従業員代表を務めた面々のうち、戸島隆平は小畜下鴨撮影所が制作し、 同年6月28日に公開した月型半平太監督冬島大蔵に出演しており、片山真嗣は新興キネマが制作し、同年10月15日に開けした花婿と新監督久松誠治した記録が残っており、正木志平は翌1935年昭和10年11月に牧野正弘が設立した牧野東器製作所に入社している。 解散年まで在籍した監督である、西名熊彦と堀江大生は、極東映画へ、大江秀夫は大都映画へ、久保文則こと、久保ため吉は、牧野陶器一製作所へ、後藤大山は同地に残って、江戸内映画社へとチりじり移籍して行った。同社に、資本参加した小林十三は、映画事業経営の話、1937年に、 撮影所経営はなぜ危険かの章を設け、同社の失敗に触れている。同社に参加しなかった者のコ村を小林に紹介した牧の模線後、設立当時のことを苦々しく改装している。同社が制作、配給した作品のオリジナルネガ、上映用プリントは現在一部を除いてほとんど現存していない。東京国立近代美術館。 フィルムセンターは2014年、平成26年現在、孔子五郎、正宗、監督、久保文則、1933年の33分弱プリント、伊田天和右衛門、監督、後藤大,大さん、1933年の78分弱プリント、五陣が、原の火花、監督、後藤大,大さん、1933年の39分弱プリント、 タミヤ・ボータロ春風歴の憲法、監督堀江大生・ホリエダ・イ1933年の54分弱プリントを、それぞれ所蔵している。松田映画社は、伊田天和右衛門の52分弱プリント、アデス型影帽子前編、影老編後編、青い海編、監督、西名熊彦、1933年から1934年の53分弱プリントを所蔵している。 すべてサイレント映画である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。